はい、どうも、皆さんこんばんは。今日は、早速映ってるけど、こいつやね。最近中古でゲットしました、国鉄 ED71 型電気機関車でございます。まあ中古ということで、というかほぼジャンク品に近いような形でゲットいたしまして、動かしてみたところなんと走りました。走ったので、まあせっかくなんで紹介してやろうということで、今こんな感じにね、撮られているわけでございますね。こうですね。で、そもそもこの ED71 は国鉄が1959年から、使用しておりました交流の電気機関車でございます。なんか東北の方でね、よく走ってたという、まあ ED75 みたいなやつだと私は思っております。で、こいつ面白いのがですね、この上回りはですね、持ち上げますけど、ED71 のボディなんですけど、なんとこれ下回りがね、トミックスの ED61 でしたっけ ?ED61 のね、下回りを入っております。はい、屋根上はですね、こんな感じで、ひし形のパンタグラフ、さっき上がってましたけど、はい、こんな感じで2機ついております。で、上は真鍮線でですかね。なんか、ね、電気回路がちゃんと組まれておりますが、まあ、ほぼほぼジャンクということで、一部取れかかってたり曲がってたりするところがありますね。反対側もね、特に変わりはないです。ちょっと塗装剥げてたりしますけど、はい、こんな感じです。はい、お顔はですね、こんな感じです。なんかちょっと、日差しのせいで困った顔みたいになってますね。ちょっとこの辺、汚れてますけど。ちょっと後で撮っておこうと思います。はい。で、トミックスの、下回りがトミックスなので、はい。これトミックスの TN カプラーがついております。1エンド、2エンドともに、顔は一緒ですね。で、ナンバープレートだけ状態が悪かったので外しております。はい。なので、この状態のまま走らせて遊んでおります。はい。台車周りは ED61 の台車になっております。で、はい、トラクションタイヤはね、多分充電させてたんでしょうけど、ありません。ゴムがないですよね。はい。反対側の顔はこんな感じです。まあ全体こんな感じですかね。前照灯とかね、点灯はしません。多分これ上回りが、まあなんかの真鍮キットだとは思うんですね。真鍮キットというか、で上回りが金属でできたやつをばらして ED61 のボディに付け替えたものじゃないかなというふうにね、思ってます。まあ多分この見かけというか見立てで当たってるんじゃないかなというふうに思います。では、走行しているところをご覧いただこうかと思います。後ろに、トミックスのね、入門セットおなじみの DC51 くっつけて走ってますけど、それはカプラー変換のためでございます。ということで、ご覧ください。どうぞ。
はい、というわけで走ってるところ見ていただきました。割とね、動力がなんか調子よくて、すごいぬるっとした動きするんで、まあ、リアルでいいかなというふうに思っております。ただ上回りと下回りでその機関車の形式が違うものがくっついているので、私も直したんですが、中に詰め物をして合わせてる状態なので、ちょっとした衝撃でベリって接着剤が剥がれちゃいそうな感じもあるので、まあ、優しくは使おうかなというふうに思っております。で、うちにオハ35でしたっけがいるので、そいつも引かせつつね、客車も 2,3 両集めて客車列車引かせてみたりとかしてみたいなというふうに思っております。ということで今回はこのね、上がどこのメーカーかわかんない ED71 で、下がトミックスの ED61 っていう、なんかよくわかんないキメラのED71 くんの紹介でございました。国鉄の機関車なんかすごい好きですね。気づいたら国鉄の機関車が数増えてました。ということで今後も、まあ、こいつ動画に登場すると思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。